皆さんこんにちは、ナイス旅ライフの木野 D です。今日はですね、賞味期限切れになった、ソフトうどんを食べてみるという動画です。こちらの8月1日ですので、もうすでに3日目に突入して切れてる感じですか。30、31、1日とね。まあそれを私結構ね平気な方なんで、ちょっとぐらいだったらね、ましてこのソフト麺みたいに、このうどんみたいにずっと冷蔵庫に保存してあるので、そんなにはね悪くなってないかって。中には1日でもね1秒たりとも過ぎたらもう納得いかんと、賞味期限切れは許さんという、方もね多いんでしょうけど、私は結構平気です。ちょっと気分、害された方とかね、ちょっとそれはっていう方はですね、どうぞこの動画はスルーしちゃってください。それでは早速実食してみましょう。今日は間違いなく8月1日だと、証明にですね、ヤフーでも見てみましょうか。この通り日付、8月1日と2019年8月1日木曜日となってますね。出汁を取っていきましょう。これ、おすすめなんですよ。 CGC でなんですけど、すごい無添加で、普通に鰹節とかね、サバ節とかいりことかそういうので出汁取る感じで、すごく美味しく取れるんですよね、出汁が。これ1パックでね全然いけちゃいますんで、これはもうちょっと煮込んでいきます。食後のやつはホイップアンパンということで、料油パンですね。料油パン大好きになってコマーシャルやってますけど、これ全国的じゃないと思いますか。こちらの方は、賞味期限の方は大丈夫です。今日買ったばかりですからね。沸騰したら、日本酒ちょっと入れていきましょう。米だけずっと飲める粉米酒で、これ2リッターで1000円しないですからね、これお買い得ですよね。白だしと、醤油を入れていきます。まず白だしですね、少々醤油も。それではうどんを煮込んでいきます。タイマーで5分、タイマーで5分ぐらいですね、うどん茹でます。割と福岡のうどんはね、煮込んでもぐたぐたに柔らかくならないんで大丈夫なんで、ちょっと心配なんで5分ぐらい煮込めば大丈夫かなということで、クタクタ寸前までちょっと煮込んでみようと思います。5分経ちました。どんなになってますでしょうかね。あ、ほら結構いい感じになってますよ。あ、味見の忘れたな。ちょっと出汁の味見をしてみましょう。あ、しょっぱい。しょっぱいですね。少し水入れます。できました。それでは器に移していきましょう。どんなもんでしょう。コロッケうどんにしてみようと思います。もう熱いんで、そのまま冷たいのをこう乗せちゃいます。完成です。それではいただきましょうか。それではいただきます。全然問題ないです。ちょっとやばいなとか腐りかけてるなとか、そんなことは全くないですね。美味しいです。問題ないです。
味しい。ちょっとね、ズルしてお惣菜ばっかり買っちゃって、これおにぎりも安かったんで、高菜のおにぎりです。うん、うん、全然全部で6分、6、7分茹でましたけど、全然クタクタにならないんですよ。硬い、まだ硬いんです。美味しいです。効果はこの高菜もね、これからしい高菜じゃないですけど、高菜も名物なんですよね、福岡とか九州の方って。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったんで、この余裕パンのホイップアンパンはですね、後で食べることにします。というのはこの健康ドリンクでもこれいただいたんですけどね、飲んでみようかと思います。これは X1VL ゴールド、今日も暑い日が続きますね。福岡は34度と、なってますので、皆さん本当体調管理とね、熱中症には気をつけましょう。それではまた。